トランプ陣営の自作自演の可能性テレビサヒサンデーライブが放送はデマアメリカのトランプ前大統領の暗殺未遂事件に関してテレビサヒのサンデーライブがトランプ陣営の自作自演の可能性などとキャスターが発言したなどとの投稿が確認されてしまっておりますこちら自由の声で調査をいたしましたところそのような発言はなく さらにサンデーライブに出演されているテレビ朝日の平石アナウンサーもこのように否定されております、まあ、このようなデマの投稿やデマの拡散は業務妨害などで刑事民事で責任を追及される恐れがございますが、まあ、現状重大な事件や災害時にはデマがつきものとなってしまっておりますので皆様騙されないように十二分に 注意していただくようお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました